日ほど出張していたんですよ。どこに行ったのかといえば、 T シャツを見れば一目瞭然。大変有意義な出張だったんですが、まさか帰りの松山空港で乗る飛行機が濃霧欠航っていうね、空港で5時間ほど待ってなんとか帰ってきました。さて、大阪で開かれていた G20 が首脳による大阪宣言を採択して無事に閉幕しました。数多くの首脳会談も行われている中で注目されていたのが韓国のムンジェイン大統領です。安倍総理と固い握手を交わしたんですね。まあ無言で8秒だったということが報道されているんですが、何の記録を狙っていたんでしょうか。 G20 をめぐっては会場が狭いとか、夕食会のセッティングが意味不明だとかいうものもネットで話題になっていますね。さすがにあのデスク小さすぎたんじゃないでしょうか。安倍首相がいて、その両隣がトランプ大統領と習近平国家主席っていうね、あの折りたたみみたいな狭いところにあの3人ってさ、なんか面白かった。こうした国際会議でも結局注目を集めるのは大国の動きですよ。トランプ大統領は G20 の後に会見を行っています。北朝鮮についてキム委員長と会う可能性についても言及してるわけですよ。まあ、トランプ大統領っていうのはいろいろまとめて実績作ろうとしていますよね。さらに注目の米中関係にも進展があったようです。トランプ米大統領は29日20カ国地域首脳会議の閉幕後に記者会見した。少なくとも当座は中国に対する関税を引き上げることはしない、新たな引き上げはしないと述べ、3000億ドル分の中国製品への追加関税を先送りする方針を表明した。中国の通信機器最大手ファーウェイへの事実上の禁輸措置に関連し、アメリカ製品をこれからも売ることを認めていきたいと述べ、米企業によるファーウェイへの部品販売などを認める考えを示した。大量の米国製品がファーウェイの様々な製品に使われており、取引を続けても構わないと思っていると述べた。ただトランプ氏はファーウェイの安全保障上の懸念について、非常に複雑な問題だ、貿易協定でどうなるか見ていきたいと付け加え、引き続き注視する考えを示した。安全保障上問題がないところは装備設備などを売ってもいいと述べた。これはやっぱり中国側と何かまとまったんでしょうね。ただこれ双方向の取引っていうよりは、アメリカが部品売ってやるよっていう話ですよね。アメリカの部品売るけれども、そっちの製品買うかっていうのはまた別問題です。アメリカとしては長期的に中国を締め上げる、この方針には変わりがないでしょう。ただトランプ大統領は大統領選を控えていますからね、経済をなんとか盛り上げて株価も上げていかなければいけません。こういうところが民主主義国家の弱点といえば弱点なのかもしれません。選挙意識して突っ走れないでしょう。中国とか北朝鮮なんかはもうあの指導者たちがずっとやるでしょうから、まあ継続していろいろできるわけですよ。トランプ大統領は長くてもあと1期とちょっとですから、まあ大丈夫かなと。大統領選に向けて実績を作りたいのか、日本にも今後厳しく当たってきそうな予感がします。先日トランプ大統領が日米安保条約の破棄について触れたっていうニュースあったでしょう。今回の会見では破棄する考えはないとしつつ、日米安保は不公平だと述べています。今後何らかの要求をしてくるかもしれませんね。日本としては安易に乗ってもらいたくないんですが、多分乗るでしょう。やっぱり安全保障握られてるって辛いですね。ただこれは逆に揺さぶりをかけていくべきだと思うんですよ。アメリカの属国みたいな存在でいいのかと、日本人自身がしっかり問い直すべきじゃないでしょうか。愛媛の鯛めしってすごい美味しいですよね。初めて行った時にこの鯛めしを食べて、まあ、ハマったわけですよ。あの鯛めしって言ってもその炊き込むんじゃなくて、こう出汁をかけてさ食べるタイプで、まあ、言うならば卵かけご飯の系統ですよね。まあ、それにこう鯛が、乗っかってるという感じなんですが、もう本当に美味しい。また食べに行きたいです。ということでチャンネル登録をぜひお願いします。それにしてもすげえ色だなこの T シャツ。